はい、皆さんこんにちは。翻訳コンシェルジュのゆうこにこと松崎ゆきこです。2、3語でどうにか通じる接客英会話のレストラン編の2回目になります。今日はですね、何々しましょうかといういわゆるご提案の表現を見ていきたいと思います。コートをお預かりしましょうかとか、お飲み物をお持ちしましょうかとか、そういった何かをご提案するときの表現ですね。で、いろいろな言い方があるんですけれども、あとその丁寧具合っていうのもあるんですけれども、私のレッスンのモットーはいろいろ表現を覚えるのではなく、ここまで言ったらお客様の方が何かを提案しようとしてくれてるんだっていうのがわかるっていう、そういう最初の2語3語を、とにかく口にするというモットーなので、それに特化してなるべく汎用性のある表現をお教えしていきたいなと思います。なので、何々しましょうかっていう、こちらから何かをご提案するときの言い方というのは Shall I? ですね。 Shall I? Shall we dance? って昔映画ありましたけれども、あれは Let's dance! 踊りたいよね、踊りたいよね、じゃあ踊ろうぜっていうノリじゃなくって、やっぱり元々の王様と私という古いバージョンの映画の方は、家庭教師の英国人の女性がタイの国王に踊りましょうかっていう提案をね、するという、そういうシーンを描いたものなので、やっぱり、Let's dance! イエーイ、踊ろうぜじゃなくて、家庭教師の先生から、タイの国王に、踊ります踊りましょうかという、そういうね、下から何かを提案するという言い方なんですよね。なので、コートをお預かりしましょうかというときは、Shall I take your coat? Shall I take your coat? です。あとは、お飲み物をお持ちしましょうかのときは、Shall I bring you something to drink? Shall I しましょうか? Bring 持ってくる。You あなたに something to drink 何か飲むものをっていうことで、まあ3つセットで覚えてしまった方が楽かな。something to drink 何か飲むもの。食べるものだったら something to eat ですね。まあレストランだから食べに来てるのでそれはちょっと不自然ですけど、まあ something to write with で書くもの、それを使って書くものですね。something to write with 何か書くものをお持ちしましょうかとかね、そういうふうに使います。 something to 動詞で何々をするものですね。 something to eat with お箸とかねになります。うん。なので何かを提案するとき Shall I まで言えば、これだけで何かを進めようとしてくれてる、提案しようとしてくれているというのがお客様からもう即座にわかるっていうことです。 Shall I take your coat? Shall I bring you the menu? メニューをお持ちしましょうか? Shall I bring you something to drink? といったように使います。他には何だろう。Shall I bring you another glass of wine? もう一杯ワインをお持ちしましょうか? Shall I bring you another glass of wine? とか、お写真を撮りしましょうかっていうのもありますね。最近はね、自撮り棒とかあったり、あと、ご自身で撮られたいっていう、今こうやらないんですよね。子供に教えるときもね、最近はね、take a picture ってこういうふうに教えるんですよね。こんなことしない。はい。take a picture. こういう風にやりますね。とか、こういう風にやったりしますけど、ちょっと古かったですね、ジェスチャーがね。はい。お写真を撮りしましょうか?なんか記念日だなとか、お誕生日パーティーだなっていうのが分かった時に、皆さんご一緒にお写真、またちょっとお撮りしましょうかって。でも撮る方がいい。いや、でもこっちだな。うん。お撮りしましょうかという風にご提案するときには、Shall I take your picture?Shall I take your picture? ですね。二重の歌にね、take a picture now, take a picture now って。あれはでもジェスチャーはこうだったっけ?そう、フルだったかもね。うん。ですね。まあ、あの歌で覚えたっていう方もいらっしゃるし、幼稚園のお遊戯があの曲だったなんていう幼稚園もあるみたいなので、take a picture は
覚えてらっしゃるんじゃないですか。 Take a picture now, take a picture now ですよね。はい、話はそれましたが、 Shall I take your picture? Shall I take your picture? ですね。それだって皆さんが写真を撮ろうとしているシチュエーションで、Shall I って言ったら、あ、写真を撮りましょうかっていうオファーをしてくれてるって、当然その状況であればお客様はお分かりになると思うので便利ですよね。他にもいろいろそのシチュエーションに応じて Shall I というふうにお声掛けをすれば、あ、何かをしようとしてくれているというふうにわかると思いますので、いろいろ表現はありますけれども、ぜひこのシャライなんとかなんとかを覚えていただければと思います。このシャライシリーズで、じゃあこういう時は何て言うんですかっていう質問が、ご質問があればぜひ書いてください。できる限りお答えはしていきたいなというふうに思います。はい、ということでシャライ何々ぜひ使ってみてください。ではまた See you next time. Bye bye.